X に投稿されたとあるニュース映像切り抜き動画。その動画は年金に関する街頭インタビューで、ご主人が亡くなり、ご主人の分の年金が減らされたため年金が十分ではないという、このご婦人は年金をいくら受け取っているのかと思えば、自分の年金とご主人の遺族年金を合わせ月額20万円だそう。実際に年金を受け取っている方はこういう場合、通帳に入金される金額をもとに口にするので月20万円が手取り額なのでしょう。 X の投稿が引用した動画は FNN プライムオンラインの YouTube 動画人気シリーズ年金の現実なのですが、動画を引用した X のポストへのコメントには、月額20万円の年金ならいい方だ、多い方だ、高い方だという意見がある中、20万で多いと思わせる日本に誰がした？という驚くべき意見も混じっていました。日本国の年金で一人が受け取る月額手取り20万円の年金は多いです。かつては定年時の収入が重要だったとか、最後に階級特進とか、真のブルジョアがどこかの世界に存在していたとかいないとかですが、今の年金界においては月額手取り20万円以上はピラミッドの最上位クラスに入るブルジョアです。しかもこの方の場合、亡くなったご主人の遺族年金込みでの20万円なので、遺族年金の金額によっては住民税や所得税を免除されるブルジョアオプション付きの可能性もあるという。もしそのオプションがついていると、最近話題の住民税非課税世帯等への給付金オプションもついてきます。この方、医療費は1割負担とのことなので、2割負担の壁を免れる遺族年金をもらっていることは確かです。遺族年金込みで課税対象にしないのはどうなのでしょう。なんだか不公平ですね。どこかの動画で、こんなに所得税を払ったことがあるのに、私の年金はこれっぽっちですよ、という釣りタイトルの私の仲間かと思える動画を見たのですが、その方が公開していた資料を見ると、厚生年金加入年数は40年に遠く及ばずなのですから、ご自分の年金がこれっぽっちだとしても十分あり得るでしょうね。そもそも所得税を1億円納めようが10億円納めようが、自分の厚生年金には何のメリットもありません。年収が1億円だったり1015億円だったとしても、それでも自分の厚生年金には何のメリットもありません。納める厚生年金保険料には上限があって、どんなにたくさん稼いでも将来厚生年金を人よりたくさん欲しくても上限以上の保険料は受け取ってもらえないのです。したがって、どんなに高給取りなエリート会社員だった人でも基礎年金組の最高年金額は税金と健康保険料が引かれる前の金額で、月額約37万円と頭打ちで決まっています。しかもこの37万円は40年間毎年約1200万円以上の年収がないとならないという、納める保険料の上限が決まっているのですから、月額37万円を受け取るには景気の良い同族会社の子供として生まれ、その会社に就職し1年目から役員となり勤め上げるか、若いうちから起業し初年度から大儲けするか、
そんなところでしょうか。ハードルはなかなか高そうですし、そこまでクリアしての37万円というのもなかなかです。年金界のピラミッドの頂点に立つ37万円王にとっては、何かの誤差のような、もはやただの37という数字なのかもしれませんね。お一人様年金月額20万円は、日本の年金制度の受給実績としては高い、多い、すごいと多数の年金生活者から羨ましがられる年金額なのです。20万で多いと思わせる日本に誰がしたと、あさってなこと言う前に、平均月額やそれ以下だった場合どう備えておくか、どう生きていくのか考えるべきなのかもしれません。